やっぱ 2.8 だったらボケるし、すっごい使いやすい。あの1本持っときゃこれマルチに使えるレンズだから、僕はおすすめなのかなと。引き続きというかね、 XF1655 ですかね、 F2.8 のレッドパッチシリーズですね。このレンズをまあ使って、まだちょっと新宿の方ですね、ちょっと広角気味のレンズですね、まあ、私はまあズームレンズ使わないんですけど、まあ、これを使ってちょっとこういろいろね新宿撮ってみたいと思います。それでは行きましょう。ここはですね、結構ホスト街ですね。すごい、あ、これいいじゃないですか。この看板とかもめちゃくちゃいい。これいいね、これ。こういう結構ね、私落書き系がね、ほんと昔から結構好きで、こう見上げて撮るとき瞬間で本当にいい場所結構あるんですけど、いいとこ残ってるけど、本当なくなるんですよね、こういうとこって。ただこういうやっぱ昔のね、なんか建物が本当なくなってくるっていうのは悲しいやつけどね。うん、めちゃくちゃマックス今光がいいとき、光の感じが本当昔のエリアですね。昔からあるエリアって感じ。うわ、これこの青い会館っていうロゴがめちゃくちゃいいじゃないですか。超フリッカー入るけどね。フリッカー入るときは50分の1ぐらいかなに設定するとほぼ映んないですね。青い会館の映り込みいいね。雲をもうちょっと欲しいな。雲がもうちょっと雲あると何かしらいろいろ撮れんだけどな。で、今ね、今日紹介しているこの1655なんですけど、全域ですね、全域で F2.8 使える、まあ、レッドバッチシリーズということで、すごく優秀なレンズっておかしいけど、ソニーの G マスターレンズの部類にあたる X マウントのね、レンズですよね、これが。多少高いけど、あの、1本持っときゃ、これマルチに使えるレンズだから、僕はおすすめなのかなと思います。わ、これ、すごい。めちゃくちゃいいね。見てください、これは新しい新宿になっていくぞっていうね、この雰囲気いいですね。みんなで頑張ろう、新宿歌舞伎町っていうのを入れたい。これを入れつつ、こういう時シャッタースピード上げてね、で空のグラデーションをしっかり出す。あの富士のね X ってめちゃくちゃこのね、あの階調表現が強いから、階調が悪いカメラなんかをかかってしまうと、ブルーの色とか色がこう変化、まあ、同色での色の変化っていうのに結構耐えれなくて、もうカラーノイズがすごい乗っちゃうんですよね。このカラフルの子いいね。これはね、まさしく富士らしい写真撮れます。本当は絞るのもいいけど、あまり絞りすぎるとも良くないから、開放 2.8 ぐらい撮っても全然いいんじゃないですか。うん、広角で撮るのもよし、で、だいたい35ぐらいにして撮るのもよし、フルで、ね、涙、55か。55で撮るのもあり。なかなかカラフルな色味だね。いやー、めちゃくちゃ工事してるけど、すごく綺麗になってきてますよね、この辺り。刻々と変化するからやっぱりいいですよね。こういうなんか、街の、店のオブジェとかも、こういう時はやっぱりね、僕もごちゃごちゃするの嫌いなんで、F2.8 開放で撮ってしまうっていうのもあり。あ、これかっこいいね、これ。なんか、ハーレーの。昔ながらの、ほんと、僕こういうの昔すごい好きだったんですよね。アメカジ。横須賀みたいなとこに。かっこいいじゃないですか、こういうの。ほらほらほら、バズリクソンズ。バズリクソンズちょっと入れようか。かっこいい。やっぱ昔こういうアメリカンカジュアルのね、なんか昔のアメリカのもんってほんと好きだったね、昔。未だに好きやけど。ああ、なるほどね。こういうとこね。いいじゃないですか、ここ。こういうとこ。電車と、なんか人を入れるとほんといいんだけど、人、あーってギリギリか。確かに。電車となんかこう人の動きとかをこういうので入れると結構いいんですけどね。まあ、こういうのは偶然なもんですから、待ってわざわざ撮らなくてもいいんですよ。ただ夜とかになんか結構
あの車の流し取りなんかするのはもうほぼほぼ新宿の東口でやりますっていう感じですね。こういう亀のアートがなんかすごいね、ここ。あ、ここいい、いい、ここ。このなんか壁のアートからの抜けみたいなところがめちゃくちゃいい。なるほど。あははは、いいね。ここいい感じ、いい感じ、ここ。いいエリア。このなんか忍者かなんかの顔が半分にぶちっと切れて。うわ、こういうなんか和柄のなんか今風のとこってかっこいいね、これ。で、車も一緒に入れる。いい、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 いい。で、富士のカメラってこういう暗いところに対しての耐性が超強くて。あ、来ないか。人とか車間に入れたかったんですけど、来なかったですね、これ。そしてこういうところは逆からも狙うっていうパターンやるんですけど。うん、人行っちゃった。あ、これ許可取って書いてんだろうな、これ。あ、いいじゃん。で、F2.8 開放でバチッとこういうね感じで撮るっていうのもありですね。よいしょ。こういうとこってなんかあの結構本来渋谷とかに多いですよね。ここか、こういう間の奥のところ。マニュアルじゃないと合わせづらいんで、こういうとこも開放 2.8 だったら前の金網を関係なく撮れる。 3.5 とかあったらね、標準レンズでよくおまけでついてるねズームレンズなんかはちょっと暗すぎてどうしても開放の良さっていうのが分からずなっちゃうんですけど、最低 F2.8 はいるだろうみたいな。 F2.8 あったらその開放時のねボケ感とか邪魔するもんとかっていうのを関係なく撮れるんですよね。この向こうのやつもいいね、これ。イタリアンバー。やっぱり緑のもんがこう映えるよねっていうのは、そもそも富士フイルムは緑強えなみたいな。なんか普段こう入るエリアより一線こう踏み込んでちょっと違うところに行くっていうのはまた新しい発見できるんでいいのかな。二重の土地が取れる。これもマニュアルじゃないちょっと合わせづらい、ね、こんな感じなんですけど、これにプラスアルファの色付けしたいんで、まあ車か人が向こうに通るときを狙う。うん、人入って、これ間からちょうど見えるように作ってんのかな、これ面白い。これ面白いな、ここ。よし、ここだけでめちゃくちゃ写真撮れんじゃん。そう、撮れるように作ってんのかな。としたら間からなんかねめっちゃ見えるんですよ、絵柄が。え、これ面白いわ。ここ、もともと描いた人の意図聞きたいな、これ。常に絶対人入れる、意地でも。あ、こっちも見える。歌舞伎の人がちょっと顔になるんですよ、これ。できれば APS-C なんで ISO の感度自体はあまり上げない方がいいです。なのでシャッタースピードですね、スローシャッターになってしまうっていう時は、まあ、60分の1以下になるとちょっとスローになるよねってことなんで、ちょっとそこは胴体ブレとかが起きやすいんで気をつけていただきたいですね。いや、ここの歌舞伎の音結構好き。そして人来るといいんだけどな。今日はあんま巡り合わせですから、今で来ないですね。だいたい今100から125分の1以上にすれば、そもそも胴体ブレ、まあ人を撮るぐらいだったらそんなには起きないんで。こういうとこだけで1日撮れちゃうから、うん、めっちゃいい。あ、ここもいいね。こういう時はもう 16mm の広角で狙う。百人町1丁目歩道橋ってとこですかね、ここは。うわー、なんかこうドラマに使われるワンシーンのエリアみたいなとこですね、ここ。へえ。ん？本当はこういうとこ人歩いたりとかして結構ね、映えるんですけど、ね、人歩いてないし、わざわざこんな陸橋登んない。ちょっと露出若干変えたりとか撮ったりとか、ピントをずらして撮ったり。お、人来たし。まあいいか。で、
さっきのオブジェ、オブジェを裁縫で取る。いや、これ絶対これ書いた人ってこれ間から狙われることを考えてこれ作ったんじゃない、これ。今ね、これ500分の1ぐらいに開けて電車入れたんですよね。ちょっと 無理やりあったけど、今のここのね、奥のやついいっすよ、これ。これマジここで完結するぐらいいいわ。やっぱ 2.8 だったらボケるし、すっごい使いやすい。で、これもこの光入ってるところですね、ここに対してすごいしっかりバチッと決めたいんで。で、かつこのね、クラシックネガがエモい、めちゃんこ使える。これね、自分も入れちゃうんですけど、この色を再現できるかいって話なんですよ、富士以外のメーカーに。僕はもう正直富士使ってる理由ってやっぱ色の良さなんですよね。これね、体験したらね、マジね、ほんと使えないよ。僕はそんなにフィルムって詳しくないし、デジタルからの人間なんで、やっぱりこう分かんないけど、実際そのね、色の良さとか言われたところで自分の感性になってくるんで。とはいえ、やっぱね、いいんすよ、この富士のね、色味に僕は惚れて富士使ってるね。あとはボケ感とかもやっぱ優しい、ボケするよね。ここの路地もやばいっすよ。うわ、これめちゃくちゃここいい。建物撮るときってね、どうしてもね、パースが出るような歪みはあんまりできるだけ避けたいけどね。避けたいけど、もうどうしてもなかったらもうあえてかけちゃうのもありかもしれないけどね。いや、ここかっけえな。この光の入り方超かっこいいわ。こういうところで、これ家だったんかな、工場かな、わかんないけど、めちゃくちゃ絵描かれてる。こういうとこは本当ね、いいとこがなくなっていくんですよね。寂しい限りですけどね。お、さっきの絵柄がある。これ本当にあれだな、この絵描いてる誰なんだろうな、よく見るけど。どっちにしろストリートアートってそのうち排除されて消えていくしね。どんどんこう昔のね、東京ってのはなくなって新しいところになってくるから。これ全部あれだ、光が使えるところだ。面白いね、これも。これぐらいもうアンダーめちゃくちゃ落として、で明るいとこだけをしっかり捉える。雑居ビルからの新しいビルって、これもいいね。こういう時に無駄な、ね、ごちゃごちゃ入れたくないけども、車内に入るんだったら、うん、これだけちょっと、はい、よし、OK。今日はね、この 1655F2.8 のレッドバッチシリーズをね、ちょっと使ってみたんですけども、ズームレンズ使いや本当に楽っすね。開放で映したくないものをどんどんね、 F2.8 でぼかして前ボケ使ったりとかっていうのを結構ちょっと今日やってみたんですけど、絞りゃ絞るだけね、しっかり映ってくるし、でもうちょっとこう向こう行きたいよねっていう時とかもやっぱりズームで使えてしまうっていう良さは非常にある。まあ、私はズームレンズは使わないんですけど、やっぱりこういう1655とかの F2.8 シリーズなんかは一つこう持っておくと便利なシリーズなんで、ぜひおすすめするレンズでございます。ということで、まだね、あのチャンネル登録をぜひしていただいて、この富士のね、XF レンズシリーズのね、紹介どんどんやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご清聴ありがとうございました。